ひわラジオ。ひわ。こんにちは、岩田書店の岩田まです。この岩ラジオは北海道で一万円選書をやっている岩田書店、その中の人である岩田まがただただ喋るラジオ番組となっております。短いコンテンツですので、お休み前にでもどうぞごゆっくりお楽しみください。北海道めっきり寒くなってきまして、北海道って言っても広いので、私の住んでいるこの砂川市は空知地方に入るんですよね。北海道の地図でいうと札幌と旭川のちょうど中間ぐらい、そのあたりは空知平野と呼ばれる平野地域で、結構ね雪が降る豪雪地帯と言われております。それでね、まあ寒いんですけど南のね日高、わかるかな、ちょっとチクッとなってるじゃないですか表現日高地方、そこにね親戚が住んでて、先日ちょっとこちらの方に来る用事があった時に言ってたんですけども、千歳ですとか日高方面とかね、あっちの方ってあんまり雪が降らないんですよ。なので千歳空港っていう空港が存在してもそんなに豪雪じゃないから雪の影響を受けにくいと言われている地方なんですよ。でそっちはねもう何にも雪ないですって。今でこっち来たらもうね、どうしたのっていうぐらい雪が降ってて、もう震えながら来たって言ってたので、ね、同じ北海道でも地方によって全然違うっていうね。まあそうですよね、北海道って全体の感じで言うと4県ぐらい合体してるぐらいのサイズ感、多分わかんないんですけどね、だと思うので、うん、まあそういうねこう気象の差みたいのはねありますよね。いや雪の事故とかも本当に多いですからね。もう早速今降り始めのちょうど時期なんでね、あちこちでごつんごつんやってますけどね、人も転ぶし車もこうねガーンって行っちゃったりする場合があるので、皆さん気をつけていただきたいなっていう、いやそんな事故の話をしたかったわけではなくて、寒くなってきましたねっていうことで、お鍋ですね。やっぱり多くなりません、寒い時期は鍋簡単だし野菜も取れるしね、結構具材によってはリーズナブルにできる。なのでなんかこう皆さんのおすすめ鍋みたいのをちょっと知りたい。冬場ってこうなんかあったら鍋って言っちゃって、もう鍋を何こすりもし続けてレパートリーがね、もうまた鍋っていう、ね、ありません、そういうのやりすぎ注意みたいなね。なので地域性ももちろんあると思うんですけど、もしよければ皆さんのおすすめ鍋ね、簡単なレシピもね、もしあれだったら教えていただけるとありがたいなと思います。もう最近はね、北海道といえば石狩鍋とかって言いますけど、石狩鍋うち空知地方のせいか知りませんけど関係ないなほとんどやらないですね。うーん、鮭はね焼いて食べますねあとね、めっきりスーパーに行くとまっすぐ鍋つゆコーナーみたいなあそこ行ってタレで決めちゃうみたいな。いや楽ですよね、ほんとね。大将さんとかめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。私ね、あれどこのメーカーだったかな、ごめんなさいちょっと忘れちゃったんですけど、ごま豆乳鍋っていうのがねハマりました。あれに油揚げめちゃくちゃ合うんですよね。で具もいろんな何でも合うなっていうのでね。なので皆様のおすすめ鍋のタレでもいいですね。あとはこう地方ごとのこんな鍋あるよっていうね、材料が揃わない場合もあるかもしれないんですけど、こう参考までに聞きたいなっていうのがありますので、ぜひよければコメント欄までお願いいたします。うちのレパートリーが増えるのか、はたまた現状維持かどうぞよろしくお願いいたします。本日は、寒くなってきたので鍋ということで、サムネにそうですね、私のおすすめのごま豆乳鍋載せておきますのでどうぞご確認ください。それではこの辺で、皆さんおやすみなさいませ。じゃあね、バイバーイ。